はい、皆さんこんにちは、ウォンカです。今回は歌の音の探し方を紹介していきます。曲を聴いて、この音ってどこなんだろうみたいな、ピアノでやってもわからないみたいな、じゃあどこなんだろうみたいな、こういう方が結構多いかなと思いますし、質問でもいただくし、レッスンの時もそういう場面が何回かありますので、この方法をまあ YouTube に載っけとこうかなと思います。では聴いてください。で、すごく見づらくなっちゃうんですけども、ちょっとこれを見ながらちょっとやってほしいんですけども、まず曲を聴きます。で、この時にメリーゴーラウンゴーラウン回れまあまあ、ここがどこかわからないみたいな感じだとしましょう。そしたら一回裏声で歌います。回れまあ、ここかなみたいな。で、合わせる。回れ回れメリーゴーラウン、だいたい合ってるなと。回れまあ、回れまあ、まあ、まあ、ここだなと思ったら、こういう機械を使います。チューナーですね。ボイスチューナー。もちろん、他のでもいいんですけども、これめっちゃわかりやすいです。これに合わせて、回れまーって言ってあげると、これだと G4 のシャープを指してます。まあ A4 のフラットを指してます。ってことは、回れまーの部分は G4 のシャープだなっていう風になって、今度このピアノのアプリを使います。そうするとまー、合ってるね。じゃあそのラララララブソングの回れまーの部分は G4 のシャープなんだっていう風に分かるっていう感じですね。と、まあ本当にこんな単純な動画だったんですけども、こんな感じでね、サビだけじゃなくて、Aメロの部分とかも裏声で歌ってみて、合わせて、ボイスチューナーで聴く。ボイスチューナーで聴いて、合わせたら、ここなんだ。で、ピアノのアプリで押す。そしたらそこのキーがわかるので、全部わかるようになっていきます。そうすると音が外れないはちょっとごめんなさい。僕が外れまくってるので、外れなくなりますとは言えないんですけども、外れにくくなるかなっていう。あとはこの喉の筋肉の動かし方のやっぱ柔軟性だったりとかの、兼ね合いもありますので、そちらを練習していただくといいかなと思います。いくらねフリーキックをね100発100中で練習で入ったとしても、本番の試合でね全く同じコースに行くかどうかわからないみたいな感じだと思うので、日々練習を繰り返してやってみていただければと思います。この動画が参考になったよって方がいましたら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録はぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。